はい、速稼塾の久保です。昨日はですね、セルの方で、利益を取れたわけなんですけども、今日たった今ね、チャートの方を開けてみるとズバーンとね、急上昇している1本の1時間チャートがありました。これは何が起きたんでしょうね。ということで、現在価格は109円の半ばまで回復しているということになりますけども、でも大きな流れはセルの方に向かってますから、ここからね、実は上がったら下がるを利用して、売りでさらに取れていけるんじゃないかなというふうに考えてます。じゃあその辺を合わせて今日はお話していきましょう。どうぞ。はい、まず日足なんですけども、昨日1日の日足はこういうふうにね、大きな上下のひげを出した陽線で終わってます。要するにここでね、その前日終わり値をつけた安値の陰線なんですけども、ここから急騰してですね、上の方にぐーっと伸びたってことなんですよ。これはやっぱり誰かの発言が買いを誘発したか、何らかのこう材料が出たんじゃないかなと思って、ちょっとだけ調べてみました。こちらですね。ここでね、何が言えるかっていうと、これなんですよ。 ISM 非製造業景気指数が、予想通りだったらあんまり大きな動きはなかったんでしょうけども、予想を大きく上回ったことをきっかけに買い戻しを強める展開だということなんですよね。それに加えて、クラリダ FRB 副議長の発言もドル買いを誘発し、可能性もありそうだということなんですよね。こういったのが重なって大きな急騰に向かったんではないかなというふうに考えられてますけども、ことの真相は分かりません。1時間で見てみると、こういうふうな値動きになってますね。これすごいですよね。この1本の陽線が全てを物語ってるんですよね。その後私は、大きな上髭が出てるでしょ、ここ。押さえつけられて下に行くんだと思うんですよ、ここから。移動平均線上に向かいましたけども、全体的な流れに押し戻されて、セルの方向に向かうというのが私の見方です。ちょっとね、すっ飛ばしちゃったんで4時間も見ましょうか。これが4時間なんですけども、やっぱ明らかにイレギュラーで、これだけ大きな陽線ってのは、ずっと出てませんでしたよね。ですんで、こういうイレギュラーはたまにしか起きませんので、もうこことかね、ここも大きな陰線ですよね。で、陰線、こういうふうな大きなバーが出た後って、大体帰ってくるんですよ、こういうふうに。ですんで、私もね、こうなったってことは、結局はこんな感じで、ここ以来に、ね、落ち着くんじゃないかなと、108円台に戻るんではないかなと思います。そうなってくると、ここから始まったね、同じ水準、ここから始まった、この流れっていうのが、こういうふうに完成するかなと思ってるんですよね。そんなところですかね。1時間もう一回見てみましょうか。だから結局、こういったところは超えないんですよね。こういったところ。あと、ここもちょっと難しいかもしれませんけど、ポイントになってます。ブレーキをかけてるんですよね。私はここからセルの方に向かう後期だと捉えてね、売りで入っていきます今日は。あと他に言うことは今日あんまりないですね。あと材料も今日ちょっと紹介しましたけども、あれが分かっていれば勝てるってもんではないんですよ。で、ああいった製造物価指数とかが上がりに向かうのか下がりに向かうのかってことは非常にね、予測がしづらいんですよ。だからやっぱり資金をああいうところには寝かせていないっていうのがいいですよね。あれ上級者の症状だと思いますので、資金も潤沢にあって、スキルもかなりあって、で、プラスアルファ利益を取りたいなっていうふうなね、一種博打とか楽しみではないんですけども、相当な高い裏付けを求めてやってみるっていうふうな、そういう高みに立った方はやっていると思いますけどもね、私たちがやると単なるギャンブルになりますのでお勧めしません。勝っても実力がつかないですし、負けても悔しいだけで、何ら反省や勉強する要素が入ってこないんですよ。ですので私はね、ああいうふうな急騰相場に乗っておくってことはありませんし、ああいうので買ってもたまたまだっていうことでね、利益はちょっと還元するためにいろいろ散財することにしてますけどね。今日はそんなとこですか。セルの方でいけば、まず今月は勝ち目が、負けることはないだろうと思いながらやっております。価格は相変わらず108円の方向、107円の方向に傾いているというふうに見えております。